よーし、じゃあね、続きやっていくんですけど、ちょっとね、第4回のアップデートが入った後の、初めての回ということになります。なので、バランス調整が、入っているということなので、まあ、それを見ていきたいところではあるんですけど、まあ、普通にやっていこうかな。はい。ってことで、まあ、ピッチャーからまず、じっくりと見ていくんですが、まあ、じっくりと見るって言ってもって感じか。とりあえずなんか先発とかも全然大丈夫だよね。うん。で、中継ぎは山科変えるか。ああ、淡路も。ああ、そうね。ホールドポイントで。能力上がるんで、山品だけ一回変えとこうか。で、奥井がさ、確か、あ、そうそう、伸び火威圧感逃げ玉っていう、結構なんか、やれそうな感じなんで、で、あ、ゴーダがめっちゃいい。今、セカンドレギュラーがゴーダだったかな。で、なんかね、そう、この石倉が、めっちゃいい特殊能力持ってる。プルヒッターの流し打ちっていうよくわからん、特殊能力してるんですけど、なんかこれ普通に打ちそうだよね。ってことで、相馬がおかしくなったら、サードは、まあ、石倉、だったり藤木あたり、を使っていけばいいかな。で、確か藤木が、練習設定で、あ、っていうかさ、あれか。石倉、セカンドをやるか。うん。石倉、セカンドやろう。で、藤木もセカンドを覚えそうなので、あ、でもあれか。かくらんでいくか、一回。な。せっかく特殊能力を覚えれるんで、というか、時間かかっちゃうんで、まあ、そういう意味だと、田沼とかも、覚えさせたいな、なんか。ないか、パワーヒッターぐらいしかねえのか。まあ、パワーヒッター覚えさせれるようなやつが、横川か。一応覚えさせるか。そうだね。で、大島、まあ、いいや。このままで。練習、あれだけやるか。なんだっけ。これの、ミートかな？ミート連だけしておきましょう。ってことで、オールスターゲームを終えて、後半戦に入っていくと。で、まあ、蛇行っていう、あ、まあ、やや蛇行か。っていうバランスで、まあ、ただ、一応ね、一周回してみたんですけど、多分そんな変わんない気がする。ってことで、まずは、3立てを食らってしまうが、まあ2連勝と。で、なんかピンチだったり、ピッチャーの特殊能力が上がってて、はいはいはい、室井、田屋、頑張っていると。そしたら、住友は関係ない。まあ、なんか石倉とか使ってみたいけどな。いや、まだ打ってるね。18本、18盗塁。立川がマジでいいぞ。トリプルスリーいけんじゃね？ 2 年連続。まあ、これでいっか。ピッチャーの方は、まあ問題なさそうだよな。はい。もうちょっとだけ進めるよ。さあ。勝ったり負けたり、勝率5割ぐらい。貯金18。どうですか？あ、今泉があれか。レギュラー入ってる？もしかして。というか、立川の
成績が上がってきたっぽいんで、いやこれ楽しみだな。あーで今泉ちゃんと打ってる。まあちゃんと打ってるんだったら変えなくていっか。うん、このままでもうちょい進めるよ。はい勝ち、はい勝ち。ソガベかなり苦戦、勝ち負け負け勝ち、オッケーオッケー。ただ楽天が強え、楽天がめっちゃ来てる気がするので、そこは注意が必要なんだけど、うん、まあ今泉変えてもいいけど、そうだね、山西口持ってるしな。溝口が若干打率低いってのはあるけど、森越出してみるか。そうだね、大島と一回変えて、ここでベテランに頼ってみようぜ。まあ、郷田5番いや相馬の方がまだ信用あるかな、さすがに。で3番バッターを変えるか。いや3番合田でもいいんじゃないの。こうするか、ちょっと溝口には3番は荷が重い今シーズンは、なんかそんな感じがするけど、うわ先発めっちゃいいわ。なんか特に変える必要ないんじゃないかっていう。おこれ能力上がったくない？上がったね。コントロールプラス10。だけどあんまり変わんなかったな。ランク的には変わんないけど、まあまあまあ。ハブがいいね。うん、室井なんか完璧すぎる。で、石橋も素晴らしい。まあ、変えなくていいかな。一旦このままでいいや。もうちょい進めるよ。勝ち勝ち負け勝ち負け勝ち。うん、いやなんか結構特殊能力を覚えてきたんじゃない。奥井、あリリース丸覚えた。じゃあ玉持ち行こう。どんどん特殊能力覚えてもろて、竹も威圧感覚えるの。こうなったら威圧感ちょっと制限するぐらい強い気がするから、ホムラはクロスファイヤーも覚えてるし、制球練習、あじゃあいいや、多分上がってくるでしょ。竹富がしっかりと2割5分いる。あ森越あんまり打ってねえな。森越変えるか。森内ミート行きたいけどな。能力が上がってこない。松木とかもね。いや松木とか使いたいな。あで藤木がそろそろ2塁のサブポジを覚えるので、若杉一旦守備やって、パワーを誰かに、うん、田沼ダメか。駒形はだいぶ守備が上手くなった気がする。ちょっと一旦打順を考えようか。まあ、立川3番、郷田が1番。みたいな、そういう感じでいいかな。大西口が30本打っている。相馬もだいぶ上げてきたね。そして溝口が若干、微妙って感じか。これさ、今泉行っていいかな。まあ、大八木でもいっか。大八木、で、ああいやでもそうか、こうなるか。ファースト、まあ今泉出してみるか。じゃあ
まあそうか、もしくはヨネノっていう手もあるから、そうすることで DH で今のを使えるっていう、この作戦でいこうか。いや、やっぱ DH っていうね、まあ今まで自分がやってこなかったパリーグでの野球なので、これはねまた一つ面白さが増えるよね。お、竹威圧感覚えた。ちょっとじゃあ一回ここで練習設定をちらっと見ます。いや、石橋が威圧感なんか覚えたらもうえげついことになると思うけどな。一応竹はそうね、軽い球一発があるからちょっとって感じはあるけど、まあまあまあいいでしょう。で、あとなんかあったっけ。あ、藤木がセカンド覚えた。ソウルアップ行こう。ってことは藤木一軍だ。で、まあ誰を落とすかっていうと、まあ今泉落とすのでいいかな。ファースト若杉っていう手もあるんだよな。ただあれか、あーでもいいじゃん。ファースト若杉、 DH に米野で、セカンドに藤木。うん、まあ将来性を考えた時にもう藤木でいいと思うわ、マジで。でもしかも1番、いや1番はちょっとないか。米の1番いくか。で、まあこういう感じかな。完全に育成をしながらっていう、まあまあまあ理想的な野球ができているんではないか。9月頭まで。さあ、マジック18が出ている。 7.5 ゲーム差がついて、守備職人なんか覚えた。立川が通算202塁打。石橋がこれ一発消えたんじゃない。一発消えたくない。西口なんかロッテ打線ってか、ロッテがめっちゃ良かった気がするけど、ああ、なるほどね。2位にロッテが来ているんだけど、ただですよ。藤木が3割打っている。若杉あんまり打てないけど、立川がちょっと上げてきた。いや、西口いいね。ピッシャーの方あんまり見てなかったけど、馬場が6勝7敗、星野10勝、田谷が8勝、星野8勝1敗、三石が10勝。まあ、育てるっていう意味で、長岡とかね、一旦使うのもありだし、まあ、日向一回落とすか。竹行って、まあ、淡路使ってもいいけどね。奥井変えるか。オーガ。出しとこうか。で、石橋が、うわ、すごい。一発がなくなってる。これは素晴らしいよ、マジで。これはもう優勝じゃない、さすがに。立川、ま、内野安打丸。そして溝口が1000安打。いや、なんか一気に来たな。一気に来た気がする。若杉が2本のホームラン打って、西口が3割30本100打点。ちなみに首位打者は惜しいのか。てか3割バッター4人。まあでも2割8分5輪が、いて2割8分6輪4年の。
アンダス的にはこのウガジンってやつが一番売ってるのか。なるほどね。で、ホームランも、惜しいな。まあでもなんかバランス的には本当にいい気がする。11勝で三石コシノ、9勝が星野。星野いいな。ちなみに星野は、3年連続の2桁。いや、安定感が素晴らしい。そして三石は、2年連続2桁。星野も2桁に行くと2年連続。最多セーブが石橋。ホールドは室井と。で、南條も頑張っている。めっちゃいいじゃん。いや、今シーズンも完璧じゃない。さあ、岡山ちょっと能力下がってきたけど、しっかりここ2日休んで、じゃあ出番プレイを見ていきましょうか。まあ、これでいっか。出番が、立川でしょう。見ます。さあ、マリーンズ、2位、マリーンズとの試合です。まもなく試合開始となります。やっぱこの2、3、4番が強いね。いや、立川が本当にチームの顔って感じするもんな。ただここはセカンドフライ。さあ、ここで第2打席一塁に竹富がいる。打てるか。ここは内野フライ。さあ、ここは内野キャッチャーフライですか。いや、ここはセンターフライ。なかなか出ないね。4対1で勝利。まあ、立川が打たなくても他が打ちゃいいって感じだもんな。そして抑える。西口35号。そしてマジックが2、これ勝てば優勝ですっていうところで、長岡が先発か。いや、これは星野じゃない。星野いけるならね。で、セカンド、藤木打ってるもんな。じゃあファースト変えるか。大八木ファーストで、ライトに溝口入れてみましょう。やっぱ1、2、3、4が尋常じゃないね。で、西口見ようか。どうだ西口、打てるか。さあ、第1打席。ただ今シーズンはもう素晴らしい成績残してるからね。ちなみにバッティングフォームは村田修一だった気がする。さあ、ここは平行カウントから、どんずま。ピッチャーゴロ。昨日はホームランも打って。いや、またゴロ。まあでもこのピッチャーも6点台だからな。いやー、ここも、これは、いや、全然ダメだ。ボッコボコに打たれた。まあまあね、10ゲーム差以上あるから。ってことで、移動日になっちゃった。じゃあ、1試合だけ見て、マジック1。エスコンで決めるか。エスコンで決めちゃおうか、星川。先発星川で。溝口がレフト。4番に入ろうか。で、立川を見ましょう。まあ、もしかしたら、
もしかしたらあれかもな。バッター期待の逸材立川第9投げました。なんかバランス調整ってここのバランスなのかもしれない。初球ファールから第2球投げました。これってもともとピッチャーがあのパワフルで、バッターがなんだっけ、バッターがめちゃ強でやってるんで、それでなんかちょうど良かったんですよ、もともとは。でもずっとそうだと思うんですけど、あ、ここで打ったエスコンのもう上段も上段150m。では先制の場面映像でご覧いただきましょう。飛んでったな。はい、あ、お客さん一人いるあれマンションじゃないの、マンションじゃねえや、ホテル。確かエスコンとかあるホテルあるの。ここはレフトフライ。中継ランナー一塁に向かいます。さあリードしている。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で期待の逸材。いや優勝でしょう。今日3打点を挙げています。日ハムに勝って、うん、ストレート、ここは振り遅れ。いやここはセカンドゴロか。セカンドから一塁送球アウト。まあ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 、次の投球投げた。いやー内野フライ。ちょっとやっぱり打てなくなってる気がするな。その辺のバランス調査だったらもうなんか一緒にしちゃってもみたい。何しとんねん何しとんねん。そんなことある、そんなことある、これマジで言ってんのかよ。まあいいけどさ、30盗塁誰がやった？ああ相馬が30盗塁。まあだったら相馬1番でいいのか。よし、ちょっと録画再開しますけど、もう優勝が、決まりそうというところで、なんかさっきすごい試合をやってしまったと、いう感じだけども、これはね、あ、室井奪三振覚えた。一応じゃあ見ようか。で出番で誰にしよう。まあ、ちょっとこう可能とか見てみるか。はい。で、星川疲れてるんで、タヤでいいんじゃない？うん。タヤで。さあ、ラスト。どこだ？オリックスか。京セラで優勝を決めましょう。さあ、じゃあ優勝を決めようぜ。カノー第1打席。カノーのバッティングフォーム誰だろうな。あんまり覚えてないな。で、ヨネノが塁に出ている。ここバントで、そうね。惜しい。全然バントでもいいわ。臨機応変にカノーは何でもでき、打ってなおい。さあ、カノー。ここはセンターには落ちない。ここはしっかりと打っていく。ヨネノが三塁、打ったカノーは二塁。さあこのスライダーをしっかり、見送って、ここはセンター前に落ちない。さあここはカットで逃げる。さあどうだ、しっかりとここは打つがショートゴロ。ここは抑えれるかどうか。これでワンアウト。抑えた。試合終了。よし、最後は石橋が胴上げ投手。よし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 。これで5連覇。いや、いいじゃないの。14、15、16、17、18年。いいね。無敵の強さをもう持ってしまった。まあちょっと青徳強すぎる感あるよな。5年連続5回目。いいんじゃない？そろそろね、
監督変わるっていうのもありかもしれないけど、そういう選手が出てくるかどうかっていう感じかな。タヤが9勝目、石橋が40セーブと。はい、赤坂ってやつに2本も打たれたか。優勝した。さあパリーグ制覇して、今回のパートはこのシーズンの終わりまでなんで、まあ、あ、そうか、 CS があんのか。日本シリーズまで行ったら見るでいいかもしれんけど、まあスキップで見る感じで全然いいかな。南條が大幅成長、立川が1000安打。お、ちょっとそれ見ていいか。南條、おー、強くなってる。うん、石橋と同じような感じか。石橋45セーブ。これ淡路をさ、もうあれしよっか、起用の方程式、まあ室井南條っていうところだったけど、淡路を入れてみて、で、あ、まあもうちょっとしかないけどね。ああ、その場合はあれか、 CS をさすがにそれでいくのは難しいと思うけど、結局13ゲームさ。いやいやいや、いいじゃないの。須川がまずまずの活躍、市村初球丸覚えた、そして楽天が来たか。はいはいはい、まあここは方程式に南條を入れて、まあこのパターンでいいよな。そうか、ちょっとじゃあこれ見る。はい、結局首位打者は取れなかっただけど、立川がだいぶ上がってきたな。ああ、24本22盗塁という結果。うん。まあ、あとなんか強振多用とか覚えたらもうちょっとホームラン出るのかなって思ったりするけど、相馬が2割8分9厘、しっかりと活躍。普通に1番でもいいよな。ただ、米野がね、まあ、いい活躍をしてくれたと。盗塁数的には6盗塁なんで、そんなにめちゃめちゃ走ってるわけじゃないけど、あー、竹富が2割5分ちゃんと打ってるもんな。うん、で溝口が2割3分台。なるほど、溝口がちょっとっていう感じか。ホームランは取れなかったけど、西口が3割30本100打点。これは2年連続ではないか。あ、でも初めての3割か。へえ。あ、キャリアハイじゃん。素晴らしい。打点は？打点ダントツのトップ。西口が打点を取った。うん。もともと西口って、あ、ドライチか。そっかそっか。じゃあもういい活躍だね。そして先発陣は、コシノが13勝で最多勝。で、三石12勝、星川10勝、田山10勝。4人の2桁勝利がいる。これは強すぎる。で、石橋が最多セーブで、最優秀中継ぎに室井が入っていると。なるほどね。はいはいはい、塩崎クオリティスタートすごいな。2桁勝てなかったけどね。守備の方を見ていくと、381盗塁阻止、それから、ファーストの守備、米野が2個、今泉6個、セカンド横川が6個。うん、まあセカンドあんま固定できてないよな。そんな中で藤木が、うん、
いや、いい活躍してんじゃない。で、サードは相馬12個。まあ、これは、ゴールデングラブでもいいと思うけどな。1万出てるし。カノーはもう取ったでしょ、これは。で、外野が、まあ、ちょっと難しいかな。そんなに外野の守備いいってわけじゃないしな。うん、やっぱ先発が頑張ってんな。はい。もういいや、一回ここ飛ばす。さすがに勝てるよね。オッケーオッケー。さあ、日本シリーズ阪神タイガースか。なるほど。じゃあちょっと相手の情報を見るっていう意味で、阪神の一軍なんか見てみるか。はい。なんかノリノリの選手が多いな。15勝2敗。すごいエースがいる。はあ。うわ、やばい。やべえ。やべえやべえ、20勝いるじゃん。こいつやばいだろ、20勝0敗。こいつはやばいぞ。で、ちょっとあれか。野手の方も、一応見ると、ああ、キャッチャーが28本、いや、32本、40、笹森。笹森が4番になってんじゃないのかな、これ。うわぁ、割とってか、強えな。普通に強い気がする。ただ、そんな中、エース越野を筆頭に、作り上げてきたこのチーム。2割4分。ちょっとやっぱファーストがいないっていうのがあるな。まあ藤木も頑張ってるんで、一旦これでいっか。いきます。あ、これ、出番だった。なんかスキップでやろうとしたんだけど。お待たせいたしました。これは出番で、何も見ないんでこのまま行こう。高速試合でいい。高速試合でよくて抑えてる。3対2。いやー、3対3からの4対3。逆転っていうか、サヨナラ勝ち。米野のこれサヨナラ犠牲フライでもないのか。なんだこれ。あ、ショートゴロの間に1点。なるほど。すごい地味な1点を取って優勝したか。優勝じゃない。1勝した。室井が、対左し。素晴らしい。よし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 。で、第2試合スキップで見ます。長岡か。まあ、タイヤでいいんじゃないかな。で、今のを使ってみたいかな。ちょっと攻撃的な布陣でいってみようか。どうだ。まあ、ここは負けたか。ホームランは3本出てるんだけど、めちゃめちゃ打たれた。なるほど。さあ、1勝1敗。で、迎える、第3戦。こっから本拠地なんで、3連勝すれば、あ、逆だ。甲子園か。まあ、第3戦は、三石先発で、まあ、この布陣でいっかな、一回。オッケー、勝った。立川西口がホームラン。延長戦で一気にみたいな感じか。おお。なんとか勝ったな。
さあこれで2勝。さあここもスキップで見ていく。先発星川でいきましょう。で DH に、 DH にじゃね、 DH がないんで、あ、ヨネの入れていこうか。はい、いきましょう。勝った。これで王手だな。溝口と大八木がホームランを打つ。これはじゃあ最後甲子園で決めちゃうか。先発じゃあここで一発長岡いっとこうか。でファーストに米野置いて、まあ、この布陣でいっかな。1番米野でいきましょう。うん、まあまあまあこれでいいや。ここで負ける。6対3で敗北。先発が1枚だけちょっと穴な気がするので、ここ行こう。優勝できるはず。先発は越野。勝てると思うけどな。セカンドに合田、ファーストに、あーそうか、ファーストに米野で DH に横川使ってみようか。これでいこう。勝った、優勝した。5対0完璧じゃん。よーし、これ西口が MVP な気もするけどね。しかも越野完封してる。4勝2敗で日本一来た。じゃあ、次の日、まあ今回ここまでかな。次回ですね、この続き、オフシーズンの方やっていきますでいいよね。はい、ちょっとこの辺もね、整えときます。で、なんか背番号の方もちょっと見とかんといかんと思うので、オフシーズンで一気に整えましょう。ではまた次回です。お疲れ様でした。